こんにちは、昨日に引き続き今回は螺旋のキャラ使用率です。一応前回 2.8 の使用率と比較しながら見ていきたいと思います。それでは、使用率が低いキャラから見ていきましょう。はい、このあたりはあんまり変わらずって感じでしょうか。今回意外とノエルいけると思っていたんですが、使用率は前回より下がるんですね。しげくもくんは、さらに下がってしまったのが少し残念ですね。爆発で溶解させれば単体ボスとは相性が良い気がするんだけど。そうでもないのかね。平蔵は稲妻の星4全体で比べても、風放棄という強みがあるけど、伸びないのはやっぱスクロースなのかな。続いて、こちらのキャラクターたち。ディルックさん。元気出してくれ。炎両手剣通常攻撃も使用アタッカー、という悲しみは背負ってる気がする。そして、7も 1% を今回切ってしまったのか。草と反応しないのはかわいそうだよな。ちなみにこれ下から順で並べてるので。先に 3.0 で登場したキャラクターは、使用率が基本的に下がってると思ってもらえれば。遠間は開花がどうのというのを見た気がするけど。使用率は下がったか。まあ、炎と草って一応反応するだけ感がちょっとあるから仕方ない。一方、忍は評価を上げましたね。バインショットだっけ、あれすごいね。現状雷ヒーラーは忍だけなので、ドリーとどう評価が分かれるか注目。バーバラは使用率が上がった理由はよくわかりません。一応開花の影響？ちなみに、左右は 2.2% も上がりました。ゴローが上がってるのは、後半で一と使う人が増えたからかな？そして、旅人はなんと初？の 5% 台。昔に言ってたかもですが、集計動画で初めて見ました。旅人がここまで使われるバージョンはそうそうないぞ。3.2 まで草の追加はないから、3.1 ではどうなるか大注目。設置型草元素キャラは偉大だった。エンシトディルックは、使用率を大きく下げたことがわかりますね。まあ、前回炎接待螺旋だったので仕方ないっちゃ仕方ないね。そして、国星は大きく使用率を上げました。やはり激化と開花は雷にとってかなり追い風みたいですね。行幸は、単体ボスだから上がりそうではあったが、下がったんだね。古霊は初登場 5.9%。2.8 の平蔵が 1% 切ってたことから。使用率は高い水準かなと思いました。ただ、運金レベルではなさそうなイメージ。運金は同じ計測場所の使用率を見つけられなかったのですが、使用率が2桁いってた気がします。まあ、育成状況もありそうだしこれからですね。ディオナは使用率を上げ、ジンはわずかに下げたようです。ゴローはわずかに使用率上げてたけど1とは下がったのか、謎だ。フィッシュルは2倍弱まで増えたね。草との相性が一番良い星4雷ではないでしょうか。モナが上がったのはちょっと意外だね。今回は凍結しやすいからモルガナ需要かな？この二人が並んでるとちょっといけいね。アルベドの使用率が落ちたのは仕方ないかな。今回はイエラン・ユクアキ・フータオの編成がトップだったので、アルベドの枠が取られた気がします。また、遺跡ドレイクがアルベドの鼻潰しちゃう？から。もしかしたら、置いた後はいいけど被ると置けないみたいな感じだから。使用率は下がるだろうなぁという感じ。アヤトはなぜここまで落ちたのかは謎。アヤトって雑に使って適当に強い、って感じのキャラクターだから。使用率が大きく変化する要因がよくわからないなぁ。前回も今回も単体ボス登場してるし。ちなみにクレイは 27.3 から 6% ほどまで落ちましたね。炎絶対なくなったし仕方ないって感じかな。そして、燃焼マジで弱すぎんだろ。わざわざ使う気にならんわ。ウェンティはまんま。カンウは 10.9% から 21.7% まで使用率が上がりました。単純にカンウは凍結しやすいから上がったって受け取ればいいのかな。八重は意外なことに使用率を下げましたね。激化はかなり追い風だと思ったんですが、何がいけなかったんでしょうね。ティナリは 31% か。アヤトは初登場時使用率 51% ほど、ヤエは 42% ほど。って考えると使用率は比較的低い水準な気がします。体
勝手な憶測ですが、螺旋で使う人はこの時点で育成済ませてるかなと思います。統計に参加するくらいの攻略意識高い人たちの結果だしね。ディナリは現状では編成縛られすぎるのも良くないかも。で、ヨイミヤは意外なことに使用率が下がった。編成としてはトップ5に入っていましたが、炎接待がなくなった影響なんでしょうかね。タルタリアは微増、まあこんなもんでしょう。神格は、凍結解禁なので、関羽とかと同様に上がりましたね。続いて、上位陣です。この辺は、いつも通りって感じのメンツですね。あやかは 28.3% から 48.1% に激増してます。やっぱり、凍結しやすいと爆増するね。ここみは、9% ほど上昇なので、凍結関係なく使用率は高そうですね。感電編成もマイナー気味ではありますし、個人的に開花が強そうなのでもっと増えてもよかったけど、凍結でいいか感あるし、使用率は凍結の戻ってきた分増えただけの予想です。フータオとシャンリンが下がってるのは炎キャラ共通の、接待が終わったことと言えそうですね。行く秋が下がった理由はよくわからないけど、気にするほどのことではなさそう。最後、七神級の人たち。全体的に下がっているということは、編成のバリエーションが増えてきたって感じでしょうか。って考えると草元素追加は原神に良い影響を与えたと言えそうです。個人的にはイエランの使用率が落ちたのはかなり意外でした。てっきり使用率 80% 乗るのかと。あとは、言うほど雷電の使用率は高くないのかなって感じでした。確かに高いけど、最上位にはいかないのかって感じ。それでは、全体を見ていきましょう。全体で見ても旅人の使用率が上がったのが、個人的には一番印象深いですね。3.1 でさらに上がるのか、そして 3.2 以降草神が出た後どうなるか。ものすごい気になりますね。そして、今後の国政の使用率も気になりますね。多分激化が増えて、試しに使った方も多いと思うので、よかったら激化でも開花でも国政の使用感を、コメントで教えていただけると助かります。ということで、今回は本国の 3.0 螺旋12層使用率を、動画にしてあれこれ言っている動画でした。注意点として、統計する場所によっては使用率がブレたりするので、これが絶対ではないということはご注意ください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次回の動画までさようならじゃあね。